は NEXCO 東日本。午後0時20分現在の関越道、外環、圏央道情報をお知らせします。はじめに、外環内回りの情報です。工事のため、川口ジャンクションから美女木ジャンクションまでの区間で、低速車による作業を行っています。引き続き、関越道、上り線の情報です。工事のため、長岡インターの先で第一走行車線が規制されています。次に、工事のため、小島インター付近で第一走行車線が規制されています。また、工事のため、越後川口インターの先で追い越し車線が規制されています。また、事故のため、午前10時50分より、所沢インターから練馬インターまでの区間で通行止めになっています。また、通行止めのため、所沢インターを先頭に2キロほど渋滞しています。引き続き、圏央道外回りの情報です。久喜白岡ジャンクションを先頭に、白岡昌平インター付近まで5キロほど交通集中により渋滞しています。NEXCO 東日本からのお願いです。高速道路での死亡事故が急増しています。全席、シートベルトを装着し、スピードは控えめに、車間距離を確保して、安全運転での走行をお願いします。